ありのままを表現したセカンド写真集発売決定。今年で結成14周年を迎えるアイドルグループは、私立恵比寿中学の中山莉子が10月27日にセカンド写真集「中山莉子のセカンド写真集」を発売する。中山は2014年に恵比寿中に転入し、同年4月発売の「バタフライエフェクト」で CD デビュー。アイドル以外にもドラマや映画、雑誌モデルを務めるなど多方面で活躍。2017年にファーストソロ写真集「中山莉子の写真集」を発売した。今回ありのままの現在の自分を表現した念願のセカンド写真集の発売が決定。同作はマレーシアのクアラルンプール、マラッカ、ケタム島の3カ所で撮影を実施。中山らしい天真爛漫な姿で自由に遊ぶカットやバスタブでの美麗カットを収録。さらにこれまで見せたことのない挑戦的な大人エモーショナルな表情も見せている。22歳の婚を凝縮した至極の写真集に注目だ。発売に先駆け先行カットが解禁。バスタブに浸かり、こちらを見つめる視線に思わずドキッとしてしまう入浴シーンや、マレーシアのグルメを楽しむ旅の一コマ、美足が印象的なベッドでの一枚などが公開されている。撮影について中山は、食事制限や運動を自分なりにギリギリまで頑張り、マレーシアへ旅立ちました。ここまで頑張ったんだから、マレーシアでもなるべくヘルシーなものを食べるぞと意気込んでいたのですが、ご飯がどれも美味しすぎて、途中から気にせず食べてしまったのも、ある意味良い思い出です、と振り返った。また、ずっとセカンド写真集を出すことを目標に頑張ってきました。ファースト写真集での16歳の私は、ちょっと背伸びをした部分もあったけど、セカンド写真集はありのままの私を表現できたと思います。その私を感じてもらえたら嬉しいです。とコメントを寄せている。10月28日に HMV&BOOKS 渋谷、11月18日に HMV 絵空池袋、11月19日に HMV&BOOKS 新生橋にて発売記念イベントの開催が決定。当日は同写真集のお渡しや生写真、ポスターなど購入冊数ごとに異なる特典が用意されている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。